久保さん4人で月収100万4人で月収100万これねあの今度あのちょっと撮影してくるんですけども昔ね「心塾」っていうのを僕やってたんですよ「心塾」っていうのはもう7年前かな8年前か相当昔なんですけどまあそのドリームアカデミアっていう塾ができる前にやってた塾なんですけどその塾生さんが、ね、こ,この度なんとなんと。 本を出版されることが決定してなんかもう3月ぐらいには本屋に並ぶのかなでその出版記念でまあじゃあなんか久しぶりに連絡があってお久しぶりですみたいなであのこの度本出版することになってまさか心塾に入ってまあこのね最終的にこの本が出るまでになるとは思いませんでしたみたいなねあれででその本のコンセプトが、まあ、その方美容室をやってるんですよで美容室やってて、まあ、独立経営されてるんですけどもまあその人数も、まあ、ちっちゃくやってるんですよ でもその4人でも100万いくよみたいないや,いや少ない人数でもそのなんだお店は今回していけるよとそのまあそういうまあ僕ちょっとまだ本ちょっと見てないですけどもまあそのタイトルはそんなコンセプトなんですねだからまあ地域一番みたいな話ですよねうんだからこの人だからまあそのサロンのレビューでもその美容室のサロンでもあったんですけど あのー、その方のサロンのレビューでこういうレビューがあってもう21年ぐらいこの人に来てもらってますみたいな <laughs> 21年ですよ27年切ってもらってますみたいなすごくないですか <laughs> だからあの自分が飯食っていく分ぐらいはまあその20年もねじゃあ20年リピートしてくれるお客さんが本当に4人いるだけでも、まあ、飯食っていけると思うんですよあとまあ顧客単価だと思うんですけどもその <laughs> なんですかねそのまあその美容室行くと まあるじゃないですか、まあ、もちろんカットだけで終わらすんだったらまあ5,000円とか6,000円とかなんですけど、まあ、そこにその育毛とかシャンプーとか,なんか,せなんかいろんなオプションとかねあとは物販とか入れるとまあじゃあおオーナーが言うんだったらそれシャンプー頼むよとかねあこのシャンプーいいねとかワックスいいねとかね、まあ、僕もあの昔買ったことありますけどその美容師さんがこのワックスこう最初セットしてくれてこのワックスいいっすねって。 あ売ってますよとああじゃあ買いますみたいな <laughs> とかまあいろいろなその販売ができるわけですよ物販もできるしねだそうだそれを考えるとそれをしっかりやれば4人でも全然いけますよねうんだからその物販と何すかねオプションとか、まあ、そういうの入れるとまあいろいろできるよねって話ですねうんまああとはねそのチケット売りみたいなのもあるのでその年間チケット売りとかねうん あまあ、いろんな、まあ、やり方がありますけど、うん、まあだから本読んでみたいですね。ちょっとまあ本、あの、多分撮影する時には本あると思うんで、うん、4人でも月収100万みたいな。そう。なかなかいいですよね。うん、だから客単が、まあ 25? 25、25?25 か。20万だったら80万ですから、コッ25万か。 1>, だ1人当たり25万ぐらい月で取れればあのいいんじゃないですかうんだそのそれを取るためにはまあどういう商品サービスをオプションで売っていくのかっていうのをしっかりやれば、うん、ただまあそれはそのオプションを買ってくれるのも結局その濃いお客さんだからですよね新規のお客さんだとカットだけでみたいな話じゃないですかでも濃くなるともうあれもこれもになるじゃないですか うん、だから濃くするっていうのが結構一番まあいいと思いますけどね楽ですよね新規のお客さんに何すかね一生懸命一一つの商品を売るより既存のそのリピートのお客さんは濃いファンの人にこれもいいよあれもいいよってパンパン売ってった方がまあ簡単ですよね、まあ、信頼関係も構築されてるわけですからうんだからまあその全国で一番とか世界で一番目指すのは別に悪いことではないけどもやっぱ 限られるそのポジショニング、そこのポジショニングは限られてるんですよ。だって日本一だったら席は1個しかないわけですよね。でも地域一番って地域だと例えば <laughs> 広島の何々区の一番ね、あのー、大阪の何々区の一番とか、まあ、めちゃめちゃ席あるじゃないですか。じゃあこの何々区の何々番地の 一番とととかかだっっったらもう細かく分類するる席てめっちゃあると思うんで,すよ、ね、でもそれを日本一世界一にすると1席しかないですよねだけどその地域一番っていうそういう形にするとそこにはいっぱい一,一番は作れるよって話で、うん、だそっちの方が再現性があると思いますけどねでしかもそれをやってる人が少ないのでそこのポジショニングを取りやすいとだから久保さんもそのね一番最初何やったかっていうと 広島で一番ででですすみたいな話ですよね速化塾広島でネットビジネスを教えてるのはここだけですよとで広島ナンバーワンのネット塾でそっか塾ですよっていう売り込みでやってましたから、うん、まあだから頭いいなと思いましたけどね、うん、広島っていう限定ですよねでも実際にじゃあ広島でネットビジネスを発信してる人はいるのかっていうと、まあ、ほぼいないですよねだからまあ選挙者になれたっていうでも 遅いんですよ。久保さんの発信ネットビジネスの発信ってクソ遅いんですよだって40歳からですし遅いんだけどもそもそも広島で発信してる人がそんなに少なかったっていうライバルほとんどいないっていう、うん、だから何ですかね地域に行けば行くほど東京はもうめちゃめちゃライバル多いですけども地域は全然ライバルも未だにいないですからうんそう僕はそこまで鹿児島鹿児島押してないですけども鹿児島で発信してる人も少ないですようん 僕はまあそのなんか鹿児島とか地域ブランディングじゃなくて吉谷拓郎っていうニッチブランディングで売ってるのでなんかこの変な人変な人ニッチみたいな僕はまあ地域でこの人この地域だったらこの人じゃなくてこの人ってニッチだよねっていうこの人にしたいので僕はあんまりそのそこまでその鹿児島でネットビジネス塾をやってるまるですっていうねそのなんかその挨拶でこうやってないですけどうん。 まあこれからやるんだったらやっぱね少人数でしっかり売り上げを上げていくっていうビジネススキームを作っていった方が僕はいいと思いますけどね。言ってらっしゃい